見て見て、すごいことやってる。そういえば覚えてる？小学生の頃、ここのお祭りに来て、今みたいに大道芸人さんを見たこと。ほら、三角コーンを肩や顔に乗せてる人がいて、二人でハラハラしながら見てたことあったよね。もう、そこは思い出さないで。あの時、あなたがハンカチを濡らしてきて、私の髪を拭いてくれたんだよね。私、もう一回泣いちゃって。やだ、泣いてぐちゃぐちゃの顔してるよね、私。ねえ、写真撮ろう。うん、あの時と同じ場所で今撮るの。だからお願い、アルバムに残す写真はこれから撮るやつにして。あれ？カスミンが一番？あ、そっか。今日はみんな遅れるって言ってたっけ。ぐふふ。カスミン一人で練習して、みんなとの差をつけちゃおーっと。はぁ、一通り終わっちゃった。みんな来るの遅いなぁ。あ、雑誌が出しっぱなしだ。しまっとこう。なんか、思い出しちゃう。出て行ってください！ここは、スクールアイドル同好会の部室です。今度来たら、噛みついちゃいますからね。もう、まだ同好会は廃部になってなんかないのに、なんで部室ちょうだいって言うのかな？失礼だよ！もう、もう！カスミンってばゴミ箱蹴っ飛ばしちゃってる。エマ先輩たちがこれ見たらびっくりしちゃうよ。片付けなきゃ。そうだ、ホワイトボードに練習メニューも書いておかなくっちゃ。ぐふふ、みんなが戻ってきたら、そのなまった体をカスミン特製のスペシャルメニューで鍛えてあげちゃうんだもんね。あとは、救急箱の点検もしようっと。絆創膏が少なかった気がするもん。カスミンってば敏腕すぎる。早く、またみんなで練習したいな。おはよう。あ、リナ子、遅いよ遅いよ。遅くなってごめん。リナちゃんボード、ペコリン。お、なんか、物質が綺麗？かすみちゃんが掃除してくれたの？えへへ、かすみんってば、こんなに可愛い上に、整理整頓も得意だからね。かすみちゃんがいつも綺麗にしてくれてるから、
部室の居心地がいいんだね。私、部室の雰囲気大好き。かすみちゃんのおかげ。りなちゃんボード、ぽわぽわ。もっと褒めていいよ。どうして捨てられないのでしょう。え？なぜそれを。いえ、それはないです。これは、捨てようと思っていまして。このノートは、私の身勝手さの塊ですから。はい、あなたがここに来る前、以前の同好会時代につけていたものです。知っての通り、私は一度、自分のエゴをみんなに押し付けて、同好会を壊してしまいました。その失敗の象徴がこのノートなんですよ。ですからこれはあってはならないものなんです。なぜですか？これにはひどい押し付けしか書いてないんです。あなたがつけてくれているようなノートとは違います。ですが、大好きだからといって踏み込んではいけない部分が誰にだってあるんです。私はその一線を越えてしまいました。なかったことにはなりません。え？あなたが？わかりました。そうします。あなたが持っていてくれるなら。ありがとうございます。私の気持ちを大切にしてくれて。リナちゃんって本当に仲良しだね。リナちゃんのことを同好会に呼んでくれたのもアイちゃんだし。リナリーはね、アイさんのダジャレショーを見てくれた時からの仲良しなんだ。そうなんだ。じゃあリナちゃんは前からアイちゃんのこと知ってたんだね。通りがかりのリナリーを引き止めて見てもらったので、それからお昼とか一緒に食べるようになってね。ってことがあったんだよ。アイさんもうすっごい笑っちゃってさ。面白いでしょ。ダメだ、思い出すと笑っちゃう。楽しそう、いいな。リナリーも行ってみたい？なら次の休みとかどう？あ、今のは違う。ううん、違うんじゃなくて、行ってみたいけどいいなって言ったのは違う。ん？なになに？アイさんの笑顔見てると私楽しくなる。誰かをそういう風にできるのいいなと思ったの。リナリー、できてるよ。アイさん、リナリーと話すの楽しいもん。顔に出ないのに。別に顔に出なくてもさ、リナリーいっつもアイさんの話に付き合ってくれるじゃん。それって、アイさん愛されてるでしょ？アイだけに。
リナリーの気持ちは行動でわかるってことだよ。行動…あんま納得してないでしょ。指、イジイジしてる。あのね、愛さんとお話しするようになって、おしゃべり楽しいって思うようになった。もっとたくさんの人とおしゃべりしてみたい。だからね、笑顔の練習してみたい。笑顔の練習か。何したらいいかな。愛さんの場合だと笑顔って抑えられなくてブワーって出ちゃうものなんだよね。あ、そうだ、愛さん思いついた。愛さん、リナリーが笑っちゃうようなことたくさんするよ。だからブワーってなるまで見てて。ブワーってなるまで。まずは、アイさんお得意のダジャレだね。これはもう、ブワーってくると思う。わかった。よろしくお願いします。じゃあ、行くよ。この椅子、いいっすか？おーっと、違和感、違和感。じゃあ、こっちのクッションに、クッション！席取りに席取られた！ちゃん、愛ちゃん、あ、ごめんごめん、トリップしてた。愛さんとリナリーはもちろん仲良しだけどさ、今は歩とだってめっちゃ仲良しだよね。愛さん、仲良しがたくさんできて本当嬉しいな。これでよし。これなら何がどこにあるかすぐにわかるよね。エマちゃん、それカリンちゃんの荷物だよね。ちょっと甘やかしすぎじゃない？そうかな。スイスにいた頃は妹や弟たちにもしてたし、私が好きでやってることだから。好きで？うん、なんか落ち着くんだよね。確かに、かなたちゃんもはるかちゃんのためにいろいろしてると落ち着くから、それと同じ感じかな。あ、かなたちゃん分かってくれる？なんとなくね。でもね、私がするばっかりじゃないんだよ。寮に入ってすぐの頃、かりんちゃんがいろいろと教えてくれたんだ。そうだったんだ。寮の決まりを教えてくれたり、寮や学校のいろいろな場所に案内してくれたり。おお。でも、目指したところに正確にたどり着けたことはなかったな。私、虹ヶ崎に転入してきてちょっと不安だったんだけど、それよりもかりんちゃんと一緒にいてあげなきゃって思って。それは思うね。確かに。そう思ったら不安が消えちゃった。だからね、きっと私はかりんちゃんのお世話をしてると元気でいられると思うの。エマちゃんがカリンちゃんに甘々なのは、そういうことがあったからか。カナタちゃん、お勉強になりました。大げさだよ。カリンちゃん、羨ましいな。ねえねえ、エマちゃん、カナタちゃんのこともお世話して。カナタちゃん、エマちゃんの膝枕でお昼寝したいな。いいよ、おいでおいで。
おはよう。あれ、誰もいない。一番乗りだ。うん。静か。一人の時間、久しぶり、かも。賑やか。みんな、笑顔。楽しそう。ねえねえ、かすみの練習着って可愛くない？一番可愛いの選んだんだ。こだわるな、かすみさんは。服装に気合い入れた分、もっと練習頑張らないとだね。わかってるもん。かすみ、すぐにしずこよりすごくなるんだから。じゃれてる？猫ちゃんみたいだな。かなたちゃん、お昼食べたら眠くなっちゃった。エマちゃん。お膝枕？いいよ、おいでおいで。わーい、おやすみなさい。学食はいいな。みんなの楽しそうなところが見られて、好き。あ、ねえねえ、君！こないだ愛さんのダジャレショー見てくれたでしょ？これから第2回をやるから来てよ！え、あの…前も楽しそうにしてくれてたでしょ？今回も絶対楽しいからさ！ほらほら、行くよ！あの…昔は一人でいても平気だったけど、今はちょっと平気じゃない。寂しいの。はやーす。お、リナリー一番乗りじゃん。アイさん出遅れちゃったよ。ねえねえアイさん。ん？なに？ダジャレ100連発聞きたい。お、リナリーからダジャレのおねだりとは珍しい。もちろん OK だよ。私、アイさんのダジャレ大好き。リナちゃんボードウキウキ。私一人ではお手伝いが追いつかなくて。もうほとんど終わったから大丈夫。しずくちゃんのお手伝い頼もしかったよ。ありがとね。本当ですか？お役に立てたならよかったです。全然、はるかちゃんが手伝ってくれるから、はるかちゃんとの時間も楽しめるし、これはかなたちゃんがやりたいことだから、一石二鳥なんだよ。でも、毎回こんなに作ってもらうなんて、私たちも何かお返しをしないといけませんね。え？これはしずくちゃんやみんなへのお返しのつもりなんだけど。え？私たちへのお返しですか？そうそう。だって一番最初に差し入れしてくれたのってしずくちゃんたちだもん。そんなことありましたっけ？忘れてても仕方ないない。今の同好会になる前のことだもん。そうそう、しずくちゃん、かすみちゃんに、せつなちゃんとエマちゃん、そしてかなたちゃんの5人。あの頃ね、かなたちゃん、
部活中に居眠りをしちゃうことが多くてさ。それで疲れてるんじゃないかって心配してくれたしずくちゃんたちが、かなたちゃんのために元気の出るものを用意してくれたことがあったんだ。かすみちゃんはコッペパン、エマちゃんはメレンゲクッキー、せつなちゃんは小説、しずくちゃんは…かなたさん、ストップです。羊毛フェルトのオフィリア人形。すみません、すみません、かなたさんがもらって元気が出るものではありませんでしたよね。嬉しかったよ。いつも写真で見せてくれてたオフィリアちゃんだもん。みんながかなたちゃんのことを考えてくれたのが嬉しくって、だからかなたちゃんからも感謝の気持ちを込めてお返ししたいんだ。5人で活動してた時も楽しかったけど、今は人数が多くなった分もっと楽しいよ。だからね、仲間でいてくれてありがとうの気持ちのお菓子はこれからもずっと作らせてほしいな。無理です、さようなら。しずこ、しずこ、いきなりどうしたの、しずこ。かすみさん、無理とか言っちゃやだよ。そりゃ可愛さで言ったらかすみんの方が上だけど、表現力とか世界観とか、そのそういうのだったらしずこすごいじゃん。笑い事じゃないよ、本当にそう思ってるんだから。あの時も私のことを追いかけてきてくれたのはかすみさんだったよね。え？ほら、まだ同好会が5人だった頃。すみません、今の私ではできると断言できません。そんなことありません、しずくさん、考え直してください。もう私には無理です、勉強し直したいんです。飛び出しちゃったことがあったでしょ、覚えてない？あ、同じこと言ってた。あれ、どういうこと？しずこが振り返ってくれたってことは、今回はかすみん安心していいの？さっきのは嘘？うん、お芝居をしてみたの。演劇部の次回公演のワンシーンなんだけど、私が言ったのと同じセリフだったから。どのくらいリアリティのあるお芝居ができるかなと思って。しずこのバカバカおバカ、もうかすみ本気で。しずくちゃんとかすみちゃんいたよ。みなさん、しずくちゃんさよならなんてかなたちゃん嫌だよ。そうです、私しずくさんのパフォーマンスが大好きです。
私もだよ、しずくちゃん。何か悩みがあるなら、私たちみんなで解決しよう。ずっとずっとスクールアイドルでいて。皆さん、怒っていいですよ。しずこのさっきの言葉、全部演技だって言ってましたから。演技だったの？迫真すぎるよ。完全に信じちゃったよ。しずくちゃんの演技力、すごい。よかった。しずこ、これ見て反省した？もう絶対、あんなこと言っちゃやだからね。みんな一緒に、ずっとスクールアイドルなんだから。かすみさん、皆さん、本当にすみませんでした。もう絶対あんなことしません。私もずっとずっと皆さんと一緒に続けていきたいです。ごめんなさい、エマ。よし、急いでやっちゃうから、カリンちゃんはそこに座ってて。はーい。カリンちゃんはサラダセットだよね。私、自分の分と一緒に買ってくるから、いい子で待っててね。いけない、これはいけない兆候だわ。私、エマがいないと何もできなくなってる気がする。朝が弱いからって起こしてくれるし、寮から学園までの道ですら迷うから手をつないでくれるし。ダメよね、このままじゃ。のお部屋のお掃除に行くね。あのね、エマ、掃除は自分でやるわ。エマは好きなことをしてていいのよ。私のお世話はもう大丈夫だから。もしかして私がやるの迷惑だったかな？触っちゃいけないものとかあった？違うのよ、そういうわけじゃなくて、自分のことは自分でやらないと。これからは私、エマに甘えずしっかりするから。そうなんだ。エマ、なんでそんな顔してるの？私何かしちゃったかしら？エマ！もうカリンちゃんってばすぐに汚しちゃうんだからな。でも安心して、私が綺麗にしてあげるからね。いつも悪いわね。あ、こっちは私がやるわ。いいのいいの、私に任せて。スイスにいた頃は妹や弟たちが散らかしたものをいつも片付けてたから得意なの。ダメ？ううん、すごく助かるわ。私、エマがいないと何もできない子になっちゃいそうね。そうなっても大丈夫、私がいるからね、カリンちゃん。
じゃあその代わり、私はエマにたくさん美味しいものを紹介しちゃうわ。読者モデルの友達に美味しいスコーンのお店を教えてもらったのよ。この後行きましょ。スコーン行きたい。お掃除すぐに終わらせるね。うん、お願いね、エマ。もうダメかも。リナちゃんボードパタリ。うわ、リナさん大丈夫？立ち上がれリナ子。リナ子はまだまだやれる。頑張る。かすみさん、ちょっと今日はやりすぎだよ。いつものかすみさんらしくないよ。また何か企んでるんじゃ。企んでなんかない。今日のカスミンは鬼軍曹なの。じゃあなんでそんな急に。だってさ、存在自体がスクールアイドルって感じの刹那先輩や、ポジティブお化けの愛先輩、悔しいけどヒロインオーラを持った歩先輩に、癒しパワーのエマ先輩、セクシーでダンスが上手いカリー先輩、絶対壊れない世界観を持つカナタ先輩、カスミンたちのライバルって強力すぎなんだもん。カスミンたちがもっともっともーっと目立つためには、このくらいの秘密特訓は必要なの。そっか、秘密特訓一人でやらないで誘ってくれてありがとう、かすみちゃん。多分一人でやるの寂しいからだよ。しずこ。動けない。もうダメ。リナ子、ちょっとそこのジュース取って。オレンジとリンゴ、どっちがいい？もう、リナさんはかすみさんを甘やかしすぎだよ。みんな同じ練習して疲れてるのは一緒なんだから、かすみさんもちゃんとして。しずこが鬼軍曹だよ。なんだ、かすみんパワーアップしたから、まだ動けるもんね。ジュース飲もう。二人はどっち飲む？オレンジ。リンゴ。はいはいっと。特訓の後の秘密のお泊まり会だから、秘密の話しようよ。秘密の話？家で夜更かししてゲームしちゃってることとか？それはそれで秘密の話だけど、かすみさんが言いたいのはちょっと違うと思うよ。私の秘密はね、もっともっと魅力的なスクールアイドルになって同好会のみんなをうっとりさせたいなって野望を抱いてること。あ、野望って刹那先輩の真似じゃない？ち、違う。追わない。刹那さん憧れだもん。うんうん、しずこの気持ちわかる。かすみんの野望は同好会のみんなに本気でかすみんコールさせちゃうこと。私は誰とでも仲良しになれるスクールアイドルになって、世界中の人たちとつながりたい。しずこ、りなこ、かすみんたち3人、先輩たちに負けないように頑張ろうね。
なんか元気ないね、あゆむ。え、そんなことないけど。さっきからお弁当を食べる手が止まっていましたよ。何か悩み事ですか？あゆむが嫌なら無理しなくていいけど、何かあったなら愛さんたち聞きたいな。うん、実はね、あの子が使ってるヘッドホン、最近調子が良くないんだって。だから、いつも素敵な曲を作ってくれるお礼に、新しいのをプレゼントしたいんだけど、今月、お小遣い使いすぎちゃって、困ったなーって考えてたの。あゆむがへこんでる時って、だいたいあの子のこと絡みだけど、今回もやっぱそうか。もう、愛ちゃん。私、真面目に話したのに。ごめん。あゆむのそういうとこ可愛くって。でもさ、話してくれてよかった。ね、せつ。はい。もしよかったら、私たちもプレゼント大作戦に協力したいです。本当？もちろん、愛さんたちだってあの子には感謝してるんだからさ。あー、でも愛さんもお小遣い残り少ないから、うちの店でアルバイトしなきゃだな。私もアルバイトをしようかなと思ってたの。愛ちゃん、アルバイト募集してるところ知ってる？私もお願いします。紹介してください。お待たせしました。担々麺と餃子セットです。あ、お冷やが。今お持ちしますね。ごゆっくりどうぞ。来月発売のゲームのチラシです。どうぞ。え？内容ですか？こちらは小説からアニメ、そこからゲームに展開した作品なので、説明するとちょっと長くなってしまうのですが、語っちゃってもいいですか？主人公はとても優しいけれど臆病な女の子です。臆病なあまり大好きな友達に大好きと伝えることができないままでいました。それでもこのままそばにいられると信じていたある日、突然異世界に迷い込んでしまうんです。大好きな友達に大好きと伝えられないままなんて絶対に嫌と思った女の子は、異世界の平和を取り戻し、お待ち！明太もちチーズに宮下スペシャルね。ねえねえ、これのトッピングに大葉追加してみない？アイさんおすすめなんだ。はい、ありがとう、愛してる。ついでにデザートもんじゃも追加してよ、お願い。せつなちゃん、あいちゃん、協力してくれてありがとう。こちらこそ、協力させてくれてありがとうございます。いいものが買えましたね。あいさんたち3人からの愛、あの子喜んでくれるかな。もちろんだよ、3人で一緒に渡そうね。よし、早速私に行っちゃおう。はい。こんなにたくさんファンレターがもらえるようになるなんてね。かりんちゃんは読者モデルしてるんだし、もらい慣れてるんじゃないの？それはそうだけど、読者モデルの私宛ての手紙とスクールアイドルの私宛ての手紙じゃ意味が違うのよ。でもどっちのお手紙も嬉しいんだよね、かりんちゃんは。
お洋服は出しっぱなしなのに、お手紙だけはいつも綺麗にしまってるもん。エマ。よいよい、カナタちゃんはすべてわかっておるのだよ。カナタまで。カナタちゃんもね、ハルカちゃんの荷物のお片付けをたまーにするんだけど、っていうかたまにしかさせてくれないんだけど、お世話が快感なんだよね。なんか必要とされてるっていうかさ。わかる。もう今日は3人で手紙のお返事を書くんでしょ。ごめん。いつも優しい言葉をくれる匿名希望さんだ。どんなやつ？あれ？これってこの字は匿名希望を名乗りつつも内容でバレバレのかすみちゃんね。かすみちゃん？そうだよ、ほらかなたちゃんにもくれてる。かすみちゃん、匿名のお手紙だと素直なのよね。ねえ、じゃあこれはもしかして匿名希望だけど、せつなちゃん？お、よくわかったね。これはさすがにね、わかりやすいから。直接言ってくれればいいのに。まあ面と向かって言いにくいこともあるからね。だってかなたちゃんたちライバルだもん。その前に友達よ。私はみんなのファンだよ。友達でライバルでファンか。かなたちゃんたちの関係って複雑？他の誰とも違う、私たちだけの特別な関係性ね。そうだね、このメンバーでもっともっと楽しい時間を過ごそう。あと私たちちょっとは先輩らしく頑張ろうね。そうね、先輩らしく。匿名希望さんのことは知らないふりしとこう。でって虹を見に。君だって同じでしょ。長雨続きの中の久々の晴れ間です。なんだかじっとしていられなくて。私も同じ。かりんちゃんと二人で来たらみんな揃ってたんだよ。寮住まいの私たちより早く来てるなんてね。それだけ晴れ間が待ち遠しかったってことですよ。雨の日のカスミンもいいですけど、太陽の下のカスミンの方がもっと可愛いですからね。雨の日のお昼寝より晴れの日のお昼寝の方が気持ちいいのと同じだね。同じじゃありません。あなたも同じですか。ごめんね、今
は作曲に没頭するって言ってたから迷惑かなと思って。私も声をかければよかった。ちょっと二人の世界に入らないでください。ほらほら先輩、晴れ間のかすみんはどうですか。ひゃーん。ねえねえ、愛さんなんだかじっとしてらんないんだけど。うずうずする。せっかくみんな揃ったし、練習する？今日は休息日の予定でしたが、虹の下で思いっきり体を動かしたいですね。絶対そうなると思ったわ。かりんちゃん、来る途中からそわそわしてたもんね。あら、バレてた？